おはようございます。カモンマテリアル、はい、マテリアルの坂部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いしま す。はい、この番組は、様々な可能性のマテリアルを集めて新しいことに、チャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の、可能性を発掘するために配信している番組でございます。はい、言えました。毎回やってるのこれ毎回やってるの全然覚えてない、はい、すいませんすいません。はい、今日はですね、はい、4月の24日ということなんですけども、何か違うなってみんな多分見ていただいて、思っていただいてると思うんですよね。すぐ分かりますね。もう出落ちですけどねこれね、はい、はい、ということで番組 T シャツが、今日から登場しております。はい、番組ロゴね、後ろに映ってるこの番組ロゴを、プリントした T シャツがね、はい、今日、お目見えというか、はい、実は昨日届いたんですけどね。はい、ということで来ました。はい、ということで、今日からスタッフはみんな、来てる感じですね、レギュラーの人は。はい、はい、ということになっております。世の中はいろいろね、止まったり止まらなあかんかったりいろいろしてるんですけど、はい、まあ僕らは僕らなりに、やれること進められることは進めていきたいなと思ってまして、はい、まあまたこの T シャツもね、欲しいという方いらっしゃったら販売したいなとかも思ってはいるんですけど、ぜひもうぜひぜひ皆さんよろしかったらこちらの、T シャツですね、まだ値段はつけてませんけど、はい、そのうち販売したらよかったら買ってください。声が多かったら作りますんで、はい、という感じでございますけども、はいはい、で今日はですね、はい、4月の24日なんですね、で4月の最終週という形ですね、はい、配信がね、そうですね、という形、はいはい、になっておりますので、はい、もうゴールデンウィーク入りますよ。そうですよ、はい、ゴールデンウィーク入りますよ。来週からは、はい、はい、はい、ゴールデンウィーク入りますね、はい、でゴールデンウィーク入る前に、ぜひですね、届けたい歌がありまして、はい、みたいな感じで、はいはい、来たんかどうかは知らないんですけど、はい、月末レギュラーということで、そうですね、はい、今回3回目の、はい、レギュラーで登場という形になります。はい、はい、もう皆さんお分かりですね。はい、シスターケイさん、はい、どうぞ。そんな感じやった。何が歌、今日そんな感じ。いや別にそんな感じじゃない、やばいやん、緊張するやん。いや今日でも持ってきてるのちゃんと。え、今日、うん、今日持ってきてん。わー、よかった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 。なんで拍手ごめんなさいごめんなさい、見て意味がわからんかったら一応説明すると、前回歌わなかったんですよね。はい、初っ端来て2曲歌って、でエンディングまで歌ってくれてんけど、前回ね、なんか僕が初レギュラーで来た時に打ち合わせでね、今回どうする、歌う、なんかプレゼンするとかで聞いたら、あ、今回歌わなくていいと思いますっていうのを書いてきて、俺びっくりしてて、え、歌手やろ、なんで歌えへんやろと思ってたわけよ。んで、プレゼンや言うから、あ、そうなんやと思って、歌ってほしいのになって俺心の中で思っててんけど、まあ、本人希望やからと思って、あ、マジで、そのまま受け入れててんけど、番組始まった瞬間に、実はこの間行った、あれどこやったっけ、岡山やったっけ、広島、いやもう過去忘れちゃったおいおい、先月やろもう忘れちゃったけど、先月やろ、どっか行った時に、そうどっかに歌いに行かはったんですよ。はい、フェスかなんか知らんけど、そ、はい、でその時に向こうにウクレレ忘れてるな、忘れてウクレレアンバサダーのくせに。いやでもそれが公共の電波に行ったらまずいと思ったから、いや、ちょうど歌いますかって聞いてイエスの選べんねやと思ったから、これうまいこと丸めた、いや今日はやめとこうかなって思って言ったけど、私あんま嘘つかれない自分で言うたもんね、自分で言うたもんね。そうやね、そう言っちゃうね、内緒やで言っちゃうね内緒やのにそうそう、自分からトロしてたから、そう、そうやって、うん、忘れた、内緒やでって言ってまんねん全部バレんねん、そうここだけの話やで言うて、ここで喋ってたらみんな聞いてるって、ね、そう、うん、今日も何回も途中でだから、うん、レッスン終わって来て、うん、ウクレレウクレレウクレレって言いながら言っとったら、え、ウクレレ後ろおるかなめっちゃ不安になってきて、ウクレレ乗せたんかなって今日は絶対忘れんとこと思って、朝一に乗せたんや。あ、朝一乗せてない、だからもう夕方だともう記憶がないから、うん、え、乗ってる乗ってるって思いながら、いや、でも自分乗るときにまず確認しろよ。そうやんなそんだけ気にしてんねやったらその時気にしろよ。ほんまやわ。ほんで
ってきて、よし歌うぞ思った今日歌詞忘れたマジかそう2曲やんね今日ね。そう新しくな、今日はこれ歌おうと思ったからさ、コードとか取らなあかんやん。そうやんな。いや取ろう思って取って、ここで展開困難してっていうのを考えて前もって練習したんや、練習してその紙忘れてたそれ書き留めとったのな。そう頑張ったのに見せたら思ってこんなやったで今日は言って、こないだウクレレ忘れたから頑張って買ってきたでって言った紙がないねんどこ行ったの、まあ、あなたはもうね、バイブスで歌う人ですからね。いやほんまに演奏も含めて、はい、どこ行ったの。全然大丈夫ですよきっと。ほんまねいやでもね、でもね俺今日ねリクエスト1曲したのね、うん、そうこの曲が俺実はすごく好きで、っていうか彼女とその、まあ、出会ったのが、まあ、あるショートフィルムで出会ってるんだけど、彼女の息子さんがそれの主役で出て、主役じゃなかったやん時は。あの時主役じゃなかったのに主役なったんや。主役扱いみたいになってみんなあいつのことしか全然覚えてないみたいな作品になってもう。確かに。そう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 。でグランプリ取ってね。取ってた。そうそう。でその打ち上げで初めて会ってみたいな話やってんけど。そう。からそうやった。そう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 やってそうやって。でその彼女からPV 作ってっていう依頼が来て。そう。でその PV の曲は結局違う曲やねんけどね。じゃあね、ちょっと待って。今思い出した。PV 撮って作ってって言ったやんか。なったけど PV まだできてない今ここで思い出して、今思い出した、それ今ここで言う、今ここで言う、早く作って作って作ろう作られてない、そういえば作ろう、え思い出した思い出したっていうか覚えてるよ覚えてるよ、それ隠しとったな、ちゃうやん。ほんで、PV 作ろういうのが映画になってんけど、 その時点ではまだ彼女の歌聞いたことなかったし、言われた時ね、そうや、神戸からその 3.11 ラブかなんかラブフェスかなんかね、梅田の、あの北ヤードでなんか細いでっかいところそうそうそう、あそこで歌うっていうから、うん、それをみんなで見に行って、うん、でその時にその、まあ、Just Like You っていう曲を歌ってるのを聞きに行ったんやけど、もう一曲実はリトルライオンっていうね歌ってたそれを聞いた時に、あこの歌もええなと思ってほんますごいな、そうリトルライオンって、まあまあ意味はまた僕が言うとあれやから言って私今反省中やから自分が今まで、まあ、リトルライオンで言うは子供のことなんですよね。子供ってみんなそのライオンみたいにね勇気を持って、小さなライオンみたいに勇気を持っていろんなことにチャレンジしていってほしいっていう思いの歌やったっけ。ちょっとじゃあ言うて言うてほんで、ちょっと待ってもうちょっといい話やで、もうちょっといい話、いや俺だいぶちっちゃく求めたけど、それはめっちゃまあまあありきたりな話、ありきたりな話、ちゃうねんちゃう、うちの子にもそうやねんけど、将来何になりたいって、この間もなてんてん、うちの子ねてんてんがに将来何になりたいって、てんてんはね、動物になるんやったら動物になるんやったら鳥になろうかな、いややっぱ怠け者もいいな、なんかちょっと前聞いた時奥田民夫になるって言った、奥田民夫にもなるって言ってるんだけど、今はなんか動物になるんやったら鳥になるかな、鳥かって言ってんだけど、将来何になりたいの返しがそんなんなの、そうやね、でもこ絶対ゼロやん、なられへんやな、けど子供ってそういうすごいことを言うのよ、うん、それだけじゃない、将来何になりたいって言ったら、将来は、こんな大きいプリンセスのお家に住みたいという子もおれば、うん、将来あの草みたいな、あの花になりたいとか、うん、わけわからんことを言うけど、まあ、絶対なられへんけどね、今のは大げさやけど、それに対して駅員さんになりたいとかレジ打ちになりたい、大人からするといやそれよりもっとちゃんとした医者とかあるやろみたいな、なんかね、ネームバリューっていうの、日本人の好きな肩書き、まあまあまあ、分かりやすい職業ね、になりなさいって親は誘導するんやけど、うん、そうじゃなくて、私はもう真剣にてんてんが怠け者になりたんやったら、怠け者になれるためにどうしたろうかって、うん、その夢を諦ませんと、うん、ずっとそこに向かってたら、もしかしたら怠け者になろうとしてた、大人になって怠け者にはなれないけど、怠け者のように怒りとか焦りとか急ぎを知らない、こう余裕の持った人間にはなれるかもしれへんやんか、うん、だからそういうなんか無限やから、自分がなりたいって言ったものに対して周りがえって言っても諦めずに向かっていくんやでって、ちっちゃいっていうのはそのちっちゃいライオンというか、夢が
大人から見るとめっちゃ変なチョコなライオン、うんうん、それライオンなみたいな、うん、チワワこんなんやってるだけやみたいな感じやけど、めっちゃ堂々と生きてっていうような思いを込めてるのよ。なるほど、なるほど、分かった。ありがとうございました。あとは編集でちゃんと見てくれる編集のテロップで、ほんまに編集なんかせんのやつやなこいつほんま。じゃあね、はいはい、言っとくけどな、はいはい、私頭英語の親からな、おお分かってる分かってる、途中で何について喋ってるか忘れんねん。知ってるよ、はい、今も最初の、いや今の話はちゃんと繋がってるから大丈夫。繋がっとった、はい、というような歌を今から彼女が歌います。そうなの、はい、それと嫌われ者のあなたへ、あのいつもエンディングでかけてるやつなんですけど、ちゃんと歌ってへんもんね、よく考えた、うん、俺らにトークしといてって後ろで歌ってるから言ってトークに引っ張られてぐちゃぐちゃなと思ってそうそう、それを今日はちゃんと歌い直したいと。そう、ちゃんと歌おうと思って、はい、でしかもそれをくっつけて歌うっていうか、そう、ね、つなげて、それはね、前の時に10分超えたから、はい、つなげたろう、はい、つなげたろうと思って今日はそれにチャレンジすると、そう、チャレンジするいうことでございます。はい、ございます。なので、皆さん、今から、下家の歌ですね、約10分楽しんでいただければと思いますはい、じゃあ歌の方いきます。よろしくお願いします。よい、スタートなんか久しぶりな気がします。これ持ってるのがなんでやろうかわからないけどね、いつもみんな花見花札持ってるはずなんですけども今日はちょっとね、監督からのリクエストがあったので初めての曲かな、ウクレレで初めてやるんやけど、ちょっとそれをやりつつ、カモンマテリアルのテーマソングにつなげていけようかなって、生演奏ならではの曲のつなぎっていうのをちょっとやってみようかと思ってますじゃあ聴いてみてくださいね。そう、この世の中今すごい大変やけど、守りたいなってやっぱり思いますね。将来はね、地球が良くなるのも悪くなるのも子供たち、これからの子供たちなのでね、その子供たちがマスクをして消毒をして我慢して大人にならないように、太陽を見て泥んこで遊んでいっぱい笑って怒られて、またそんな世の中に戻るように願いを込めて、We were just ever blue and green. 照りつく太陽が肌を焦がす。周りは大きな小王ライオン。水辺に映る愛のメリーラライオン。負けない強さ、誇れる強さ、涙がにじみ前が見えない、進めない、間違えた、こんなはずじゃない、こんなんじゃない、泣いたんで泣かないで進む、私は小さなライオン、汚れた手足をThank you.
かが消えてく信じる自分の才能何もないと言われないように輝く愛の私は小さなライオン Me a lion Me a lion 汚れた手足を Me a lion Me a lion 止めることなく歩く歩く胸張って歩く Me a lion Me a lion And I'm a little ということで、ありがとうございました。あ、疲れたわ。なんでな。いやいや、10分いけへんかったね、でもね。いや、つない
いだら曲ってその曲通りの時間で終わっちゃうそうやねそうやね、そうやね。もう一回ちょっと1ヶ月考えてくれ来月は、10分パンパンで行くそうなんでちょっと考えてみる、はい、10分やな、うん、歌詞持ってくる、うん、そうね、忘れ物なしでね。そう、はい、そう忘れ物のない、はい、私、嫌われ者のあなたじゃなくて忘れ物の忘れ物のある私はい、という感じでまた新しい歌が生まれるかもしれません。やばい、全然忘れ物めっちゃ全然心に響かへん歌なんか案外響く人おるかもしれんね。めっちゃうまく歌うもん何言ってるかわからんぐらいめっちゃ、はいはい、ぜひまたこの場でね、新曲披露になったりとかしたらもう面白いかも。いや新曲じゃないで。いや違うもん、その日しか歌わない。何やそれ、うん、そんな歌売れると思う。いや分かれへん、ひょっとしたら売れるかもしれへんやん。わあ私もよう忘れんねんって誘導感いる。おいやいるかもしれへんよ。いる、誰に聞いたの。分かれへんよ。ということで今日も歌っていただきましたありがとうございました。はい、はい、はい、じゃあ次あゆみ。はい、おはようございます。おはようございます。はい、ブーティーズカフェマチュリウサミマチのお知らせに参りました、はい、お知らせやねんけど、まあね、もうね、今 ね、ちょっとね、はい、大変な世の中になっておりますので、はい、ちょっとね、休業しております。はい、はい、お店はね、ちょっとね、ね開けられないんで、はい、開けてないので、はい、はい、ちょっともうしばらく我慢しましょう。はい、はい、皆さん我慢してください、はい、多分みんなバテリアに来たいと思っていただいてる方、たくさんこう見ていただいてると思うんですけどね、開けたらもうそうそうガッと来るっていう感じのイメージを持ちながら、はい、僕らは、番組やってますんで、はい、はい、ぜひ、やってください。何や後ろ、私たちは毎朝、ね、10時から、はい、マテリアル通信をやっておりますので、はい、ぜひそちらの方をご覧いただきたいなと思っておりますので、はい、お願いします。いろいろね、この日何の日とかね、そうやってます。ことわざとか、はい、ことわざとかね、はい、記念日とかをね、はい、お知らせしておりますので、はい、ぜひそれでちょっとね、今日はこんな日やったんだって、はい、確認していただけるとね、そうですね、はい、あっとね、そうなんだって思ってもらえるような情報を発信しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、でも、そうなんだっていう感じでやってますんで、はい、ぜひ、はい、やったった先これ高橋さん、高橋さんやりたい言ってたけど、さっきやったと。はい、ということで、はいはい、またあの再開する時まで皆さんお待ちください。ホームページもね、はい、見てもらったら情報、詳しい情報の、はい、載けてますので、よかったら見てください。はい、はい、ということで、では、帰りまーす。はい、ありがとうございます。はい、高橋さん。はい、おはようございます。はい、池田隆でございます。はい、はい、久しぶりの、はい、マテリアルでございます。そうですね、はい、2週ぶりですね。天ヶ瀬からお送りしましたけどね、はい、マテリアルからお送りしたいと思います。はい、では皆さんが、あ、そうなんだと思う情報をお送りしたいと思いますから、うん、はい、だから今日はね、あの七三家さん来てるので、はいはい、レゲエでございます。あ、来た来た来たよ、レゲエといえば、はい、ジャマイカ、ジャマイカ、はい、はい、来ました。見ましたかね、これ。多分これめっちゃおもろいよ。見てなかったら最高の、いや見てなかったらおかしいよ。見てなかったらもうレゲエ歌うのやめてほしいという感じですよね。はい、これはあ、そうなんだ。絡ますな、絡ますな、はい、1994年2月19日日本公開のアメリカ映画ですね。ね、まあそんなに、あの監督はジョン・タール・タートルトークさん、ナショナルトレジャーシリーズ、はいはいはい、最近はメグ・ザ・モンスターってあのサメの、はい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 、だから我々監督さんね、いい作品が出て、これは、まあ、出演はレオンさんってね、一人クリフ・ハンが出てある黒人さん出てるんですけど、あんまりその有名な人じゃなくて、もう一人はジョン・キャン、キャン、キャッシュで、キャッシュで、はいはいはい、スペースボール、この間ご紹介したスペースボールとか、はいはい、ホームアローのシリーズで、ジョン・キャンですか、ジョン・キャンですね、はい、まあ、単に、まあ、ジャマイカだっていうのに、はい、みんなでボブスレーやねんって、ね、いう感じで行って、うん、多分、まあ、あの全然あかんでって言われとったのが、うん、こう優勝していくっていう、ね、物語でね、それまでのそのやり方っていうのがね、はい、あの雪がないので、はい、芝生の上を滑ったりとか ね、そういうところが面白い。これでボブスレーブームが来ましたからね。そうですね、そうですね、はい、でこれも我々その曲的にもちょっとレゲエっぽいのが多かってヒットした作品で、はい、これで我々その、はい、レゲエ、レゲエの色が、うんうん、なりましたね。ラスがね、有名だったという、はい、映画でございますね、はい、この機会に見ていただきたいと思います、はい、で、そして、レゲエといえばレゲエを歌うグループで、はい、UB40 というのが、はい、いましたね、はい、ご存知ですね、UB40 ね、はい、好きにならずにいられたりになりましたね。それがまあ挿入歌というかちょっとスライカー的に使われた作品がございます。はい、はい、シャロンストーンの、はい、シャロンストーンのガラスと塔ですね。来ましたね、はい、単にもあのエロチックだけでいった作品でございまして、はい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 、ただ監督は、フィリップ・
ノイスさん、はい、パトリオットゲームとか、はい、今そこにある機器を作ってる、はいはいはい、監督なんで、そして脚本が、これ氷の美女の脚本家なんで、まあ、はいはいはい、シャローストーンが出てるっていう感じで、もう、まあ、できてるんでしょうね、はい、そこか、そこか、今流行りの車営業かなって思いますけどね、はいはいはい、でも、曲もね、ハワードシアちょっと待って、ちょっと後ろうるさい、はい、ハワードシア本当にあのこの人の声が入らないからはい、ハワードシアさんといて、はい、ロード・オブ・ザ・リングとかね、はい、ホビットの、うん、音楽を作った人なんで、はい、だから、はい、その曲以外もいいという感じですね、うんうんうん、で、まあ、シャロンソンが出てまして、はい、であとね、ウィリアム・ボールドウィン、うん、あ、はいはいはい、ね、この人も出てます、はい、でトム・ベレンジャーも出てるという、はい、我らが有名な人が出てる感じですね、はい、他にもこのガラスに追われたマンションですね、はい、住んでて誰かに見られてるっていう感じで、はい、こうちょっと襲われてる、ね、はい、ちょっとスリラー系、今日はこの、ね、番組の前にスリラー見たんで、はい、スリラー見た、はい、それよりはちょっと落ちてしまったかなと思いますね、まあまあまあ、今日のまた言いたいと思いますかね、はいはい、今日は一応試作映像に合わせて、はい、レゲエガラスの作品を、はい、ご紹介しましたので、はい、ぜひともご覧ください、はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、はい、なんかなんでやろう、俺めっちゃ汗かいてるなんかドキドキしてるというか、なんか駆け抜けましたね、駆け抜けましたね、はいはい、そしてまたなんかね、いろいろ編集を入れないといけない内容になってますね、今日ね、はい、はい、ということで、月一で来ていただいたんですけども、しさけさん、はい、どうでした今日は。いや、今日はウクレレを持ってこれてね、ホッとしてます。もうそれだけ。そこな、はい、はい、はい、分かった、俺もう来週から必ず、来週というか来月から収録前にウクレレ忘れんのよって言って、待って、毎月歌わなあかんの。え、何が。そうなんだよ。え歌わへんの。どうしようかな。なんか考えて、レギュラーでやるから。分かった、なんか考えて、いろいろする、うん、いろいろ考えて、はい、はい、今確認すんなよはい、はい、という感じでございますけども、はい、はい、まあまあね、ゴールデンウィーク前 で、 そうです、ね、世間多分そわそわしてると思います。動けるんか動かれへんのかようわからん感じでね、はい、ではあると思うんですけども、はい、まあ、僕らは僕らなりにねやれることをやって前進んでいきたいなと思ってますんで、皆さんもぜひですね、このマテリアル、まあなかなかね濃いというのが難しいと思うんですよ、今。そうなんですよ、動けっていうのがねちょっとあれなんですけど、まあ、はい、変な話、後ろの画面を使って、はい、ズームでね、中継とかもできるので、全然できますよね、ジョインはしていただけますから、はいはい、でなんとですね、ちょっとまだ言えないんですけど、はい、来週その次、その次の次か、来月の後半かな、はい、来月の後半はですね、なんとですね、ちょっと嬉しいお知らせというか、はい、面白い人たちというか、はい、おじさんたちが見たいかもしれない人たちがちょっと出演してくれるとかっていう話にもなってたりとかしますんで、はい、でも、彼女たちは、大阪にはいないので、はい、中継で、ズームでの、中継という形になると思うんですけど、はい、また中継入れたいと思ってますので、皆さん期待して、見ていただければと思います。そうですね、はい、ということで、今週はこれで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。